とぶり。今回は三国志八リメイク実況していくんだぜ。前回は味方が防衛に初めて成功したところまで。初めてではないかもだが、それでも大きな防衛だったんだぜ。このまま下降トンが北伐終わるまで耐えてくれればかなり有利になっていくわけだからな。ああ、今日を抑えたまま南下して洛陽まで行ければかなり有利になるはずだからな。敵の防衛力考えたら洛陽はかなり硬いかも。そこから孫権軍を叩きまくれば、あとはな。そうするためにも高孫三軍を滅ぼさねばだな。かなり叩いたがここから回復してくることを思うとなかなかにな。まずは情勢か国勢か。悩ましいところだが情勢を見ていこうじゃないか。孫権軍の動向にも注意しないとだし。まだまだ予断を許さない状況ではあるんだぜ。まずは情勢へ偵察兵。終わった刑にも行かないとな。門番に止められることもあるのか。下降トンの名前もこんな果ての都市まで知られてるとは。なんで、お前門番、下降トン曹操軍の大衆よ。何がどうなってるのかわからんが、いきなり他勢力の都市の門番をするとか。まあ、武将ですからな。え、門番仕事。入れたのか。なんかいろいろと面白い話だな。城兵の城兵は4000程度か。これなら本気を出さずになんとかなりそうだな。ケイハー。北兵攻略戦でかなり減ったと思うが。ご機嫌を。投用しようと思ったが逃げられたんだよな。もう高孫三軍に悲観してるから用はないけど。まだ2万以上いるの。これは想定外だな。治安の状況から徴兵は考えられないから。4万近く出してなお2万以上残っているとかな。非常に厳しくなってまいりました。変わりない。ちなみに趙雲は高孫三軍に寝返りました。寝返るのが早すぎるんだよ。寝返る奴は秒で寝返るから。情緒も減ったくれもないんだぜ。城東には5万近くか。これはなかなかに難しい状況。まずは城兵を攻略してから今後のことを考えるか。それがいいかも。夏が来て。長長軍との同盟が切れた。さらに高孫三軍が攻めてきた。単独か。長遠ナイス。防衛に成功するようになってきたな。素晴らしい。これで下降トンが都市を攻略すればどんどんプラスになっていくことになるんだぜ。孫権軍がまだ不透明だけど。報告します。そこは怖いところではあるな。長兵ではしっかり長兵済み。計でも3万まで兵が増えているな。味方の都市も徴兵しろと。今作は徴兵なしでは兵が絶対的に不足するんだぜ。リメイク前と違って兵を敵から奪うシステムはなくなってるから。捕獲すればもしかしたらハールが、捕獲率はかなり下がっているからな。前作みたいに捕まえて初段祭りはできないしよう。防衛し続ける戦いは不可能に近いだろうな。というわけで、徴兵へ。この時下降トンは待機して義兄弟たちに行かせるべきだったと後悔しているんだぜ。そこあたりの仕様をまだ理解してなかったのだな。というわけで、かなり抑えめに出陣した。最悪攻めてくる可能性も考えてな。あとは移動だけで1週間かかったのも。出陣1から土地までが遠すぎなんだよ。地味に嬉しい軍略の心得。毎回銃刻んでもらえるのか。だとしたら補助とかもどんどん使いたいけど。使うタイミングがなかったりするからな。ついてこい、我が覚悟。結構やるな。骨に焼き付けよ、前進。ちょっと厳しい。この程度楽勝じゃないとどうしようもないだろ。きちんと手に落として。そうやすやすにならせるか。あとは加工エンバー。要塞を非前進。さらに落としていく。戦略をもって敵を崩す。いざ邪魔だ。それでもまだといったところだな。そう言いながらすぐだとは思う。加工現状連撃でどこまで削れるか。任せろ。もう1日かかるかな。要塞を披露せん。だな。加勢する。いつの間にか火が燃え広がってるし。一丸となり敵を撃つ。高孫三じゃないのか。これなら楽勝だろ。ですよね。
戦場ダメージでは壊滅しないかと思ったら反撃で壊滅。最後まで戦う気概は評価するんだぜ。これで完全なるアンチを確保。情報ではどんどんと兵を集めてもらいたいな。加工岡のことを忘れてた。武芸に引いててるか。知力は低めと武芸を教育しても意味はないということか。てか、ここまで見れる教育係はすごい。本当にな。やることといえば交流くらいなのですぐ秋に。何ピに。これは大丈夫か。守ってくれた。もう高村さん軍には負けないということだな。美味しくいただいていかねば。徴兵では、徴兵をして。限界まで徴兵しすぎだろ。徴兵で兵役人口がゼロになりかけてるとか。根こそぎ動員しているということだな。あとは徴兵の兵を全部北兵に輸送。兵の兵がかなり減っているな。今が攻め時だけど移動とかがあるからすぐには動けない。もどかしいんだぜ。お金がいっぱい。うちはまだ金欠で困ってる年があるというのにな。で、徴兵から北兵へ移動していく。申し上げます。この時すぐに大臣に戻れると思ったんだが、戻れなくて少し困ることに。なんで加工トンが六品官の文集の下で働かねばならないのか。そこが謎だよな。品官など意味はないということだな。今度は平原でも防衛成功。さすがに攻めと死が一つではどうしようもあるまい。そうなると行が危ないけど、なんでか行は攻めない不思議。策を検討判断いただきたく。久しぶりに一般武将で過ごした3ヶ月。結局一般のままなんだけどな。これがどういう影響を与えるかだな。久しぶりの一般すぎてわからないんだぜ。可否では住民反乱が。契約地獄にやられたか。頑張って治安維持しろよ。皆の者、またすごい二人が揉めてるな。今回はどうでもいいので放置なんだぜ。仲裁する必要もない二人だもんな。恥ずべき無知よ。分かりきったこと。てか、何がしたかったのかくらい教えろ。仲裁したら知ることができるのかもな。計は2万程度か。全力で攻めた上に何機から援軍が来れば勝てそう。やるしかないな。特権。まさか却下される場合もあるのか。なぜ格下に頼まねばならぬのか。わかった。文集ごときが。機は熟した。編成がないだと。まさかの編成権がないとは。一般武将だから仕方ないとは言えるが、総大将も文集だし、大使権限はここまで強かったとは。早いところ大使に返り咲かないとしんどそう。ただ指揮権はもらえてたのは存在が少なく済みそうな右側から進行中。まさかの顔料群衆揃い組みかよ。それが空想軍で実現するとかな。とにかくかなり強力な援軍だから勝ちは硬そう。高村さん軍は援軍が一部隊だけか。前回の行政まで消耗したと言える。行くぞ。いざ前進。軽く櫓を壊せ。行くぞ。ついてこい。地味に硬いし連携がないからな。こいつわかる連携のありがたみ。本当にな。これで前に進める。ついてこい。最後披露戦。行くぞ。最近俺の顔より水さんの顔の顔。もう毎回いるじゃないか。ちなみに今回は延期じゃなく延期。延期シリーズには変わりないんだぜ。高村さんに使える延期とか。炎症が墓の下で切れてそうなんだぜ。いざ勇敢前進。加工源前進。いざ続け。だか艦運進め。大前と微妙なところに陣取り上がった。劣化が使えない街道か。あれしないんだぜ。あれ援軍は。あれは炎症じゃないか。要塞を披露せ。一度比べて高村さんの犬になったか。参考を出した円家も起きたもんだな。遅れるな。上司がいないと思ったら炎炭の副将だったようで。痛すぎるだろ。邪魔なんだよ。いや、受けてくれるな。拒否権ないからな。もうね。副将が部隊指揮を代われよう。ほんとそれな。一日で発展企画が吹きたいか。世の中の陸軍を踏み込んだ結果みたいだな。とにかく勝つための采配をしていかねば。
負けたら元も子もないからね。行くぞ進め。これだけみんなが押し寄せてくればなんとかなるとは思うけど。戦意を下げるか。草木もありだったかも。今は戦意を下げて戦闘を使わせないようにしたいんだぜ。今こそ勝負に出る。これでみんなの戦意が40下がったから少し楽になるはず。聖保現状頼むから騎兵で出してくれ。カコートンはなんでか歩兵な武将だと思われてる。前方でそう見られてるのかもな。その目では捉えきれまい。三国志的には一番ないレベルだな。どう続け。これが我が契約。こうなるわけだよな。言ってれば何でもできるからな。参る蹴散らしろ。遠征さんは弓兵か。行動か。腕に出っ張ったいくらいだが。やばいのがいるからそうも言ってられないかも。まずはエンタンガー。この後戦意を下げたら予想以上に楽に倒せた。弾量と群衆の連携があったのを忘れてたんだぜ。これなら炎症もやれたな。削れる時に削っておくべきなのを忘れてしまったんだぜ。これで本軍は壊滅したので勝利。アンチがどんどん増えていくんだぜ。この後は長長軍が効果を攻めたけど失敗。孫権軍が行に攻めてきた。どうだ防衛成功。これはもう負けないか。その気配までしてきた。たまにある義兄弟の集いだけど参加した義兄弟はいろいろもらえるのに加工トンはもらえないんだよな。加工トンにもくれよ。春が来たわけで今回は文集から打診されていた軍師を引き受けたんだぜ。もしかしたら軍師就任が大衆就任を阻害してるかもと思って。まあ来なかったんだけどな。このまま文集の軍師を続けるのは微妙だよな。意味ないまであるしな。報告します。今回は各地に輸送指示を出して様子見。正直動くべきだったかもだが軍師でどうなるかが読めなかったから。また来たのか。集まる兵が増えてるから防備は万全だけど孫権軍は無駄に兵を減らしているな。また平和に3ヶ月を過ごし、また締結しろよ。してくれないと南からも攻められるからな。ついに天水が起きた。けど取り返した。からの長陽軍が長安を攻めた。激しいな。長陽軍が長安を占拠して憲兵を擁護したみたい。同盟は無事再締結。曹操様も重要性に気づいているようだな。ありがたい限り。報告します。軍師として出陣を提案していくんだぜ。ここは特権を使わず。お聞きください。なんだかダメだ。こいつ利敵行為を。接戦で負ける気はしない。チッ。さて50差もあれば負けないでしょう。ここは引けぬ。札負けはないと思いたいな。聞くだけは聞こうか。道理をごまかすな。一撃こんなのあるのか。まあ、なら一騎打ちでもあると。これで良いものか。本当にな。文集はいらないんだけど編成は自由にさせてくれるみたい。これならなんとでもなるな。自由に編成できないとしんどいから。加工トンが警護兵にされてしまうからな。それは嫌すぎで出陣するのはいつもの仲良したちなので編成は割愛。そう死刑は兵の助けなり。加工現状。久しぶりに加工トンが総大将。前回の一戦だけだけどな。報告します。そしてめちゃくちゃ攻めづらい。どっちに進んでも二つ櫓を破壊しないといけないんだぜ。面倒だな。やらねば都市にたどり着けないから頑張るんだぜ。前進。櫓自体はサクッと破壊したんだけど上方から4万近くも援軍が来たんだぜ。潰せばこの後が楽になるかもだけど。参る。どんな状況かだな。今は関羽しか見えてないからまだ采配は使いたくないよな。かといって燃やせないから待機だな。いざよ前進。援軍はどこだ。超文猿の敵は前進。よ戦士いざいかん。清流援軍使徒のさよりやりづらいな。ゆっくり攻めてると敵の策略ポイントもたまりそうだし。参る。行くしかないか。出
士気を下げて瞬殺狙いでー。時は来た、今こそ勝負に出る。強運にコウソンさんまでいるじゃないか。使うのもうついた気もミスべきだった。殺敵が大事すぎるんだぜ。我が武を締め、行くぞ。艦を燃やして一体を焼き払え。一撃加工トンの前を固めればな。ただ、固めると戦闘が少し怖い。コウソンさんとは初対面だからな。火をかけろ。これで本軍の部隊はほぼ無力化したはずだが。定山の超支流、ただ一振りの矢だ。一振りの矢に止まり。これめちゃくちゃやばいやつだな。要塞を披露する精神。さあ、マイローズ続け。これで勝負を決める。コウソンさんは地平系の戦法を極めてそうだな。まさか、役なりの戦力になってるとか。任せてくれ。手がないだけマシかもな。邪魔なんだよ。終わった。はい、負けて徴用隊は壊滅。もうね。なんと。進め。とにかく今度に舞台壊滅しかけて終わらねば。腕が長い。を削るとか言ってられないんだぜ。マイル、身のために。そういうことを武略を持って勝利せん。まずは。高等熱化。策略を潰していかねば。加工源ついてこい。とにかく本軍最優先でー。これ、本軍が前に出てこないで援軍だけが前に出てきてたら負けてたな。そういうやり方されたら間違いなくな。加勢する。高等熱撃破。まずはだな。戦に下がったとはいえビビたるものなのだ。行くぞ。ただ一歩かけよ。またやらしいことを。すべてを奪う。ならやらないってだな。加工員は少しでもコウソンさんの勢いを減らしていく。馬勢が正解だよな。これでまともに戦えなくなったはずだから。さらに炎上でダメージと戦力が下がった。それでもだな。いざ勇敢、行くぞ。我が攻撃手数の決してるのもでかい。長領がやられたのが響いているな。行くぞ。我が核とその目に焼き付けよ。艦運進め。蹴散らす。燃えてるところにあえて突っ込んでくるか。加工の現状参る。だけどあまり削れず。厳しい戦いになっているんだぜ。我が武を示す。これは大ダメージを狙えるか。加勢する。合わせて4500程度か。もう少し連携していたらな。加工員の船が響いてる。ただ一振りの槍となり全てをうがつ。加工さん最後危ない。ここで終わらせたいくらいだが。終わらせられた。加勢する。よし、なんとかなったんだぜ。3万近くが戻っていくことになるけど、そのまま何もなく帰れるのもなんともだよな。勝ったからよしと思うしかない。上出来だ。それだな。向こうは存分に分け合うがいい。コウソン越が切られた。コウソン一族は根絶やしにするつもりか。曹操様の嫌っているポイントがわからぬ。やるではない。片付けない。みんな奮励せよ。帰り先。これでまた自由にいろいろとできるな。師匠軍はさすがにもう無理でしょう。また攻めてきた。孫権軍はほんとよく動くな。虎が出てきたけどもう負けぬ。浮金は何度目ので戻りだ。あいつはもうな。聞いてくれ。加工トンが行ける都市を偵察してきた。上等は4万程度か。孫権軍はもう攻める力がなくなりそうな感じ。落葉までなんかしたら取られた都市を取り返しに行くか。コウソンさん軍を滅ぼしてな。秋を迎え、コウソンさん軍が滅ぶ季節。と思ったら攻めてきた。なんだと、4万しかいないのに2万近くいる都市に攻めてきたのか。コウソンさん軍は4部隊4万ほど。全力出陣じゃないか。
孫権軍とは同盟結んでるけど張陽軍とも。その可能性は大いにあるな。うちは2万6千程度だから。なんとかなるだろ。なんとかするしかないな。軽からの援軍は期待できないしな。急いでるので即回戦。引きが上がりきる前に叩く予定。まあ、これが完全に裏目ったんだけどな。やぐらに絶対落ちがないの知らなくてな。下のやぐらに隠れて撃ちまくる作戦だったのに。そのためにちまちま戦意を上げて備えているんだぜ。いざ行く。進め。すごい勢いで傾けてきた。それに戦意の差など気にしない勢いで叩かれたんだぜ。やぐらもすぐに破壊されそうな勢いで。ここで逃げてたらまだ良かったんだけど。なんか勝てようと思ってしまってな。現状参る。だからあまり良くなかった。山田から得意の劣化も使えないというな。仕方ないので馬勢で戦意を下げていく。そう安々にやらせるか。総人も馬勢で戦意を下げ、戦略を持って敵を崩す。これで後方隊の戦意は5に。作戦的に良かったのはここまでで。要塞を戦死。戦略を持って敵を戦死。戦意成果で兵が脱走したのは大きかった。うん。あっけにどめで総国になるとか。高尊さんなら曹操様が処断してくれそうな気もするが。捕虜にならずに姿をくらませる設定だと。面倒くさいのばかりに総国になられるな。もう少し弱いのが総国ならよかったのに。関羽と張飛だけでお腹いっぱいなんだが。関雲長、参る。かかれ。関雲長に迷い。これは身代わり合戦だな。下降トンが負けるわけにはいかないからな。ですよね。もう負けて当たり前の世界だから気にしないんだぜ。行くぜ。関羽に張飛、張飛。もう高尊さん軍じゃなく劉備軍じゃないか。あの二人と張雲は劉備じゃなく新しい主人を見つけたわけだな。劉備はうちでぬくぬくしてるんだけどな。そんなふぬけには付き従えぬというわけだな。あなたも秋目も振らずついてこい。総人は高尊さんを叩け。かけよ。張雲も飛んできた。足が速すぎだろ。全て手をうがつ。要塞を披露せん。ここにいた竜の血が取れなくなりつつあるし、最悪戻れなくなるかもな。引けなくなったらここで最悪の事態も。なんとか高尊さんだけでも。任せろ。行くぞ。とりあえず速で壊滅してくれないかな。どうなればかなり楽なんだが。その身で死ね。打棒の餌食になついてこい。まずい。ここから下降トンが生き残る道はないだろ。負け。その気配すらしてきたんだぜ。一致は報いたいが報いれるだけのせいがないかもなんだぜ。ここは落石で少しでも。加藤玄奘が一撃、はい、そんなのあるのかよ。捉えきれまい。我が部を示す。まずは高尊さんを。やれない。任せろ。微妙に残りやがって。総人も身動きが取れず、やぐらを破壊してくれ。一振りの槍となり、落石を返されて加藤艦隊が壊滅。これはダメかもしれん。でも嫁なんだか。プラマーゼロなら OK だ。要塞を披露せん。高尊さんですか。ここからどうする。お互いの兄弟将が起きたわけだけど、兵力差は8000程度だけど勝ち目はかなり薄い。関羽いざ一応開け。超欲徳様のついてこい。らしくはねえが面白いだろう。張雲はどう動く。いざ勇敢。その前に総人だな。遅れるな。とにかく脱出してなんとかならないか伺わねば。我が渾身の一撃を受けろ。あんまり強くない。知力異変なのかもな。超死流内定を受かつ。壊滅させたら勝利なわけだからな。加工員の引きもやばい。15ということは兵が脱走するじゃないか。逃げて本陣を狙う。
ガウンを少しでも削るんだぜ。意味あるかどうか。整理を円月と前ガウンまで来たし。ダボーのボケボケ。なんか微妙な戦いになりつつあるような。お互い決定打に欠けているな。ラブラが地味にいい仕事してる。見せてやる。ガウンもやれるかも。やれれば包囲を突破できるかもしれん。残り2000程度。問題は加工園は戦意がヤバいということ。そう、シリフ、ラヌク。要塞を披露せ。これで。強運を撃破。してない。その微妙な残しが。関羽進め。技能。そっちに抜けた。その身でし。ダボーのやっちまえ。これはなんとかなるか。攻撃で壊滅。走れる。ここは都市まで逃げるんだぜ。ヤグラの反撃でなんとかなるなら都市の反撃でもなんとかなるはず。要塞を披露せん。静止。兵が多い加工園隊が審判を務め。技能のみ。その身でし。超欲得様のついてこい。なんとか脱出できそう。問題はここからだな。こっちは5000程度、高村3分は9000程度。ヤグラと都市の反撃でどこまで削れるか。少し時間が経ち、関羽と張飛はヤグラを破壊せずに都市へ。超欲得様の行くぜ。この感じなら落ちないな。かなり削られるとは思うけど。反撃も300程度ならなんとかなりそう。で、超人たちは山道を抜けて本陣へ。最悪の場合に備えて本陣破壊を目指すんだね。三浦さんの矢は常に用意しておかねば。魔法の餌食になる。助立する。要塞を本陣奪取に成功。問題は耐久が5000もあるから破壊は難しそうなことなんだぜ。関雲長、いざ破壊。戻ってくる。魔法の餌食になる。行くぜ。助立する。これは時間稼ぎもできるかも。もう半分経過してるからなんとかなるかもな。もう26日まで経過。本陣攻撃して逃げると2度ほどやったらここまで痩せ細ったんだぜ。もうやれるかも。任せろ。ここまで来たらやるか。要塞を披露せん。任せろ。本陣撃破よりどっちも壊滅させた方がこの後が楽になるし。整理を円月と進め。身のために。武力を持って。まだ罵声を持ってたのか。様のおなりだ。最後まで大事に取っておくタイプか。だが、相手の部隊はどっちも1000程度。見せてやる、戦士。しかないし。こっちも使い尽くしたんだぜ。任せろ。けど、関羽隊を撃破。義はついえぬ。残る長飛隊は。よし、行くぞ。こっちも飛車しかないし。どうせ戦わないだろうと本陣に全て使ったからな。だけど、残った飛車で殲滅完了。守れた。ああ、めちゃくちゃ激戦だったが。関羽と張飛を捕まえて処断させてくれ。存分に分け合いたくなるな。やるではないか。本当頑張った。というわけで、全力出陣だったのに2万近く兵が残っているのに絶望したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。